開幕から勝てていないガンバ大阪。前節はゴールキーパー東口のパスミスにより敗北したガンバですが、今節も福田がやらかしてしまいました。先制された前半32分、速攻から攻めに転じたガンバですが、左サイドにいた福田がボールを持つとなぜか自陣へバックパス。これが札幌への見事なスルーパスになってしまい、2点目を献上。今回もやらかしてしまいました。後半盛り返し、見事同点に追いつくものの2対2のドロー。前半のミスが響いてしまった結果となりました。開幕未勝利を6に伸ばしてしまったガンバ大阪。どこまでこのぬかるみは続くのでしょうか。